As to Joseph, Jesus' father, in Mark, the Bible, it writes that they call Jesus Mary's son instead of naming his father. In Matthew, it writes that the townspeople call Jesus the carpenter's son, again, without naming his father. In Luke, it writes that, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Hiroshi Hayashi understands that Joseph did not even exist, or he was a concocted father of Jesus Christ. ゴスペル、つまり新約聖書の最初の4章である福音書、マタイ書、マルコ書、ルカ書、ヨハネ書にはイエスの父親のヨセフの名前は一切出てきません。マルコ書では皆はマリアの息子とは呼んでいたが、イエスの父親の名前は出てきません。マタイ書では町の人たちはイエスのことをただ大工の息子と呼んでいただけで、父親の名前は書いてありません。ルカ書では、そしてイエスはヘリの息子のヨセフと思われているが、その息子として30歳の年齢で自分の存在を始めたとあるだけです。ただ、別の並行した話によれば、不信心な隣人たちは、イエスはヨセフの息子であり、ヨセフの父親も母親も私たちは知っていると言及しているとあります。福音書の内容を並べて考えてみると、イエスの父、ヨセフなる人物は、もともと存在しなかったということになるのではないでしょうか。いくら神をファーザーと呼ぶ世界であっても、マリアの夫の名前が明確でないというのは、どう考えてもおかしいですね。つまり、私、林博士は、ヨセフというイエスの父親は、キリスト教が作り上げた架空の父親であったからだと判断しています。広志林、浜松シティ、ジャパン。私が最初に疑問に思ったのは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる、この絵を検証していた時のことです。中央にマリアとイエスと思われる子供が描かれています。そして三人のマギと呼ばれる賢者が取り囲んでいます。そしてそのさらにその周りを、その様子を見て人々が驚いている様が描かれています。で、この絵を見ていた時にですね、どうして父、ヨセフの姿はないのか、まあ単純な疑問なんですけども、考えてみれば大変おかしなことだと思います。マリアとイエス、しかしヨセフは描かれていない。といっても、中世以後ですね、ヨセフの絵はいろいろな場面で描かれています。この絵では一番右側に描かれています。古い絵から順に拾ってみました。これはマリアとヨセフの結婚式の模様だそうです。そしてこの絵の中では、実はどれがヨセフなのかよくわかりませんけれども、多分向かって右側、後ろに立っているのがヨセフでないかと思われます。これはレンブラントが描いたヨセフの夢という絵なんですけども、ヨセフの姿はですね、ほとんど黒で塗りつぶされています。で、明るくしてみますと、かすかにここに、まあ男性らしき像が描かれています。まあレンブラントはこのような形でヨセフを表現したということになります。で、最初の福音書の内容に戻りますけれども、聖書の最初の、まあ、4冊をですね、福音書、ゴスペルというんですけれども、その中のマルコ書の中ではですね、マリアの息子と呼ばれていただけだと。そして、マタイ書の中ではですね、大工の息子と呼ばれていただけだと。で、続く、ルカ書の中では、イエス自身は、ヘリの息子のヨセフと思われているが、その息子として30歳の年齢で自分の存在を始めたとある。と。まあ、そのように、まあ、ルカ書の中では、まあ、肯定的に
書かれてはいるけれども、はっきりとしてないと。しかし、他の書の中では、いわゆるヨセフという名前は出てこない。いわゆる、ヨセフという父親の存在は否定的であると書かれているわけですね。ということになる、なっているわけですね。となると、ヨセフというのは本当にいたのかということですけども、一つ大変興味深いのはですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に、ヨセフの絵を描いているということなんですね。で、これがシスティーナ礼拝堂の内部ですけども、天井画が描かれています。で、その中の一枚にヨセフの絵が描かれているというわけですね。これはヤコブとヨセフと書いてあります。ヤコブ、またの名はイスラエルという名前なんですね。いわゆる、ユダヤ人の、大先祖であるということになります。で、どちらが、ヤコブで、どちらがヨセフかということを迷ったわけですけども、もちろんこの人が、ヨセフということはありえませんよね。見た感じ、女顔だということです。となると、左側がヤコブということになるのでしょうか。で、その後ろにも、もう一人の女性が描かれています。これをどう解釈したらよいかということですよね。で、標準的と言いますか、常識的に考えますと、向かって左がヤコブであり、右がヨセフということになるわけですけども、ちょっとついでに脇道にそれますけども、左が修復前です。右が修復後です。目に注意してください。左の方はですね、目が縦線1本だけですね。つまり、レプタリアンの目ということです。しかし、右の方は微妙に修正されているのがわかります。このような形で修正を重ねることによって歴史が作り上げられていくということですね。いわゆる、私たちが知っている歴史が作り上げられてきたということになるわけです。向かって右側の目、つまりこの人の人物の左目にも注意してください。微妙に修正されているのがわかります。大きくしてみるとわかりますね。このように、私たちの知っている歴史は、捏造されてきたということですね。長い歴史の中で少しずつ、捏造されてきたということになります。話を戻します。で、このシステムの礼拝堂のヤコブと、ヨセフの絵なんですけども、向かって左側が私はヤコブと判断しました。というのは同じような絵をですね、ミケランジェロが別のところで描いているからなんですね。上はヤコブとヨセフ、下がですね、アブラハムとアイザックとヤコブと、それからユダということになっていますね。下には、つまりヨセフはいないわけです。ところが絵の構図、それから、全体の感じは全く同じなんですね。となると、下の向かって右側の人が、これがヤコブではないかと。両方向の中で、最大公約数的にね、同じ人物を、ヤコブと判断したわけです。絵の表現の仕方も同じですね。となりますと、ヨセフは向かって右の方にいるということになるわけですね。システムの礼拝堂の天井画の中では向かって右側の方にいるということになるわけです。しかし、ここに描かれているのは、女性顔の、ヘンチクリンな髪の毛をした人物なんですね。ここに一人人物が隠れているんですね。これが一つの隠し絵ということになるのかもしれませんけども、ここに一人の人物が薄暗い感じで描かれています。これが先ほどのラファエロの描き方と共通しているわけですね。で、この人物を拡大していますと、子供がどうやら手をですね、この人物の顔に行ってますか、首に回しているように見えますね。となりますと、これがヨセフということになるわけです。そしてその向こうにいるのがイエスということになるのではないでしょうか、と私、林博は判断しました。ミケランジェロはこのような形でヨセフを描いていないというわけではないということですね。で、この人が、ヤコブがじろーっと、陰鬱な、視線で、そのヨセフを見ている、あるいはその女性を、らしき人物を見ているということになるわけです。となりますと、この人は、マリアということになるわけですね。ヨセフのそばにいるからマリア。そしてその向こうにいるのがイエスと。そのように判断できるということです。となると、右下にいる子供は、ヨマでもなく、バプティストのヨハネということになります。と、私、林博は判断しました。それにしても、暗い、とっても、暗い雰囲気ですね。これが神々の世界だということです。で、ダヴィンチの絵の話を戻します。なぜダヴィンチは、聖母子と言いながら、聖母子を中心に描きながら、ヨセフを描かなかったかということですよね。1500年後の、イエスの、操り人形芸術家を通して、イエスはこうした姿勢を示したというふうに、私、林博は考えています。つまり、もともと、イエスの父親のヨセフなる人物は存在すらしなかった。
つまり架空の人物であったというふうになるわけです。それが私の考えということ、考えていますかね、結論ということになります。では続く動画をどうかご覧ください。とっても面白いですよ。Bye for now. This image is shown here by Michelangelo Buonarroti represent Jacob and Joseph of Matthew chapter 1, 15 to 16, or that is to say that the man on the left side is Jacob, grandfather of Jesus, and the man on the right side is Joseph, father of Jesus. However, I, Hiroshi Aishi, never think so, since the man on the right side looks like a woman with a very strange eye. Then, please ask yourself,who the man on the right side is. This video is about this mystery. ミケランジェロはここに書かれているのは左側にイエスの祖父のヤコブ、右側にイエスの父親のヨセフと説明しています。そのように書かれています。が本当にそうでしょうか。右側の人物はどう見ても男性です。それに目がおかしいですね。では、右側の人物は一体誰なのでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初に戻って画面を見ながら説明します。ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いたヤコブとヨセフの絵だそうです。で、この左にいる人物がイエスの祖父のヤコブということになります。そして右側にいる人物がイエスの父親のヨセフということになります。が、どう見てもおかしいんですよね。互いの関係は完璧に冷え切った感じがします。そしてこの右側の人物はですね、男性なんでしょうか。これは修復前の天井画です。で、やや見にくいんですけども、右側の人物に注意してください。イエスの父のヨセフということになっています。本当にそうでしょうか。ミケランジェロ自身もですね、これが誰であるかわからないままこの絵を描き与えられたのではないでしょうか。で、この人物の目を見ていただきたいんですけどもね、右が修復後の、絵ということになります。この人物の向かって左側の右目ですね、瞳が縦線一本だけになっています。つまりミケランジェロはですね、ダヴィンチもこの手法を使ってますけども、この人物は少なくとも人間ではない、もっと言えばですね、爬虫類型の人間であるということを示しています。で、アミターバ・アユスさんという方なんですけども、阿弥陀仏命と、翻訳したらよいのでしょうか。アミターバ・アユスさんからですね、こんな情報が届けられました。この右側の人物はですね、アダムの創造の中に描かれている女性と顔が大変よく似ているのではないかとです。で、私の方で調べてみました。若い若くないの違いはありますが、鼻の形など雰囲気全く同じですね。つまりこの両者は同じと見ます。そして左側の人物には女性の胸がありますから、女性ということになります。となると右の人物も女性ということになるのではないでしょうか。左の絵はですね、左右反転しましたから左右の目が入れ替わりましたけども、左の人物も縦線一本の
瞳であるように見えます。白い四角で囲ってみました。この目に注意してください。特に右の方が分かりやすいですね。縦線一本だけの瞳です。で、修復後の絵を見ていただきます。これが修復後の絵ですけれども、やはり修復後の絵でも縦線一本になっているのが分かります。いくら修復でもこの瞳だけは変えられなかったということになるのではないでしょうか。となるとですね、右下の絵はですね、これはヤコブとヨセフではなくて、左がヨセフ、そして右がその妻の聖母マリアということになるのではないでしょうか。そしてその二人の関係はパーフェクトに冷え切っているということになります。ミケランジェロはその中央にですね、ヤコブとヨセフと書いていますけども、こうした絵画はですね、ミケランジェロ自身は書いていません。その上の神から書き与えられたということになります。ですから、こうした間違いミスはシスティーナ礼拝堂の天井画にはたくさんあるということですね。この絵にしてもですね、左がアダムで右がエルシャダイということになっていますけども、左はキリストです。そして神がアダムに命を授けようとしている絵ではなくてですね、まさにキリストが神とですね、決別している絵ということになります。それについての動画は別のところで説明しましたが、となるとですね、右の人物もう一度見てください。この神は要するにあの王ということになるわけです。となると、この奇妙な枠の中に表現されているこの人物は異難なマリアということになるのではないでしょうか。つまり、左側の人物はイエスの父のヨセフ、右側の人物は一応イエスの母のマリアということになります。そしてヨセフとマリアの関係はまさにこのような関係であったということになります。